今季のヌートバーの年俸。ヌートバー2割6分1厘14本46打点、たったの73万ドル。1億ちょい。得たな外国人助っ人より安い。メジャーリーガーやと最下層やな。実力あるのにかわいそう。まだこんな低かったんや。まだ26歳やろ、FA 取ったら爆上がりや。なんでこんな安いん。1位3年目、球団の言いなりの奴隷契約4、6年目、年俸に文句言える権利7年目、FA 権。まだ3年やってないやろ、こんなもん。次の契約で跳ね上がる。大谷も長いこと年俸3億から4億やったやろ。うまくすれば今のヌートバーより若い25で大型契約結んでメジャー行けるんだから、 NPB の選手の環境はあっちの選手から見てもかなり羨ましいんじゃないかと思う。数年後にドジャースのセンター守ってそう。日本の CM いくつかもらってたし、去年は倍は稼いでるんじゃないの。ヌートバーって去年も WAR3 オーバーで聖夜と同等、吉田よりだいぶ上、おのずと年平均1500万ドル超えの契約になるだろ。来年一気に跳ね上がるで。